今週もくのじゅんチャンネルの時間がやってまいりました。よろしくお願いします。す。最近出た本を紐解きながら歴史の捉え方をお伝えするシリーズということでですね、もうこれずっと言ってますが、2年以上、もうロシアによるウクライナ侵略が続いていますけれども、この間も、ロシアが、まあまあそれ以前からですけれども、ロシアが仕掛けてきている戦争、もう一つの戦争、そして他の国からもこういう形での戦争が仕掛けられるかもしれないということでですね、今回は はこの本を取り上げたいいと思います、はい須田えー、志田淳次郎さんの「ハイブリッド戦争揺れる国際秩序」でございますね、えー、並木書房から今年の5月に、えー、今年の5月といいますか、まあ、今月出たわけでございますけれどもプロフィールを拾っておきましょう名、えー、王大学、まあ、かっこ沖縄県って書いてあります、まあ、っと明王大学ってどこだっていう人がいるからかもしれませんね名、えー、王大学の国際学部准教授1991年茨城市、えー、日立市生まれ中央ヨーロッパ大学これ,これもハンガリーの大学 なんですけれども、政治学部修士課程修了中央大学大学院法学研究科博士後期課程修了博士格子政治学中央大学法学部助教笹川平和財団米国客員準研究員などを経て現職専門は米国外交史国際政治学安全保障論首長に端調。米国の冷戦終結外交端調ハイブリッド戦争の時代狙われる民主主義などがあるということでこれハイブリッド戦争の時代っていうのが えとこれより前にですねこれより前というか3年前に出てそれのまあ続編みたいなものなんですよ、これがね、続編あるいは造法版といったところでしょうか、ハイブリッド戦争というのは実は私が慶応時代にお世話になったあの広瀬陽子先生もハイブリッド戦争という本を書いているんですけれども、ハイブリッド戦争のまあ定義はここに端的に書いてますね、武力攻撃に至らない段階での熾烈な戦いということで、えー、そのハイブリッド戦争について、アマゾンですとか、あのこの帯の紹介文ではこういうふうに書いてます。国際秩序 独で維持する意図も能力も,もはや米国が持ち合わせていないことを世界に知らせる事件が2021年以降相次いだ2023年10月にはイスラム過激派武装テロ組織ハマスがイスラエルを大規模攻撃しイスラエルにとっての9.11が発生したそして何といっても米国の力の凋落を、えー、尻目に後目にですかね、えー 2022年2月24日、ついにロシアがウクライナへの大規模、えー、軍事侵攻を開始したことは決定的であった。今、日本社会も去ることながら国際秩序は大きく揺れている。武力攻撃に至らない段階における現状変更の試みを意味するハイブリッド戦争もまた国際秩序を揺るがす重大な脅威となっているということで、国際秩序を単独で維持する意図も能力ももはや米国が持ち合わせていないと言っているわけですけれども、